皆さんこんにちは、宮本です。今回はオープンに向けて準備中の任天堂ミュージアムからお届けします。私は今ミュージアムの入り口のレセプションエリアにいます。建物の外観はこんな感じになっています。もともとこの場所にはトランプや花札を作ってきた任天堂の工場があって、ファミコンの頃は製品チェックをしたり、私もよく通っていた懐かしい場所です。たくさんのトラックが出入りした広場はマリオの広場に生まれ変わりました。そしてこの度、長年任天堂製品に関わってきたこの場所をミュージアムとして再生しました。今日は任天堂ミュージアムがどのようなところなのかを駆け足でご紹介したいと思います。それでは中へどうぞ。はい、ここは2階の展示フロアです。2階は任天堂が創業以来発売してきたさまざまな製品を展示しています。ぐるっと見渡すと、ビデオゲーム機を中心に過去から現在に至るまでのさまざまな製品が見渡せます。ここからは大きなコントローラーが目に入ります。皆さんの興味があるものを自由にご覧ください。それぞれのハードに分けた展示と合わせて、我々の独創性とチャレンジをご覧になれます。ご存知の方も多いと思いますが、任天堂はビデオゲームを作るずっと以前から家庭の遊びを作ってきました。創業は今から135年前の1889年です。はじめは花札やカルタの製造が主な事業でした。それ以来任天堂はさまざまな遊びを生む玩具を作るようになり、それらがゲーム&ウォッチやファミコンへとつながってきました。ここではそのような昔の製品も振り返ってご覧いただけます。それではどんな展示になっているか少しだけ見てみましょう。こちらはファミコンの展示コーナーです。ご覧ください。日本向けと海外向けでハードのデザインが大きく違いますね。当時はこんな風に日本と海外でデザインを変えて売っていたんです。名前も違っていて、ファミコンは日本以外では任天堂エンターテインメントシステム、略して NES と呼ばれていました。そしてこちらはソフトです。日本向け、北米向け、ヨーロッパ向けでパッケージのデザインや大きさも違いますね。このように比べてみることで、いろんなことを発見していただける展示になっています。ミュージアムには、任天堂が発売したすべてのタイトルを展示していますから、皆さんが遊ばれたタイトルをつけてください。上のモニターでは、それぞれのゲーム画面も見られるようになっています。前に立つと、それぞれの音が聞こえるスピーカーになっていますよ。では、別の展示コーナーもいくつか覗いてみましょう。このコーナーでは体を動かすモーションを使った遊びの進化を見ていただけます。そしてここではハテナブロックのデザインがどのように進化してきたかを見ていただくこともできます。このコーナーではそれぞれのハードのたびに、スーパーマリオやゼルダの伝説などの画面の進化を一気にご覧になれます。さて、こちらのコーナーでは、多くの皆さんが知らない任天堂がビデオゲームを作る前の時代の製品を展示しています。これはコピラスといって、ジアゾ式のコピー機です。ああ、こちらにはママベリカ、ベビーカーがありますね。任天堂はトランプや花札に始まり、ボードゲームやラジコンカー、バッティングマシンなど、いろいろなファミリー向けの玩具を作っていました。そしてこの光線銃が一つの転機となり、ゲームセンターなどのゲーム機を作り始めたんですね。これは任天堂が初めて作った家庭用のビデオゲーム機、テレビゲーム6と15です。
ちょうど私が入社した1977年に発売されました。一つ一つの製品を見るとユニークな製品作りを続けてきたことがわかります。このようにミュージアムの2階では任天堂の過去の製品をたくさん展示しています。そして遊びがどのように進化しつながってきたかをお見せします。今日お見せしたのはごく一部ですから、ぜひ実際に見に来てください。では1階に移動しましょう。1階は違ったエリアになっていますよ。はい、1階に降りてきました。ご覧の通り1階の中央は巨大なモニターになっています。こんな感じで皆さんもこのモニターの上に乗って百人一首を遊んでいただくことができます。スマートフォンと組み合わせて遊びますよ。このようにミュージアムの1階のフロアはインタラクティブに体験ができるエリアになっているんです。過去に任天堂が作ってきた製品を今の時代によみがえらせるとどんな遊びになるか、そんなテーマで8つの体験を作ってみました。ミュージアムに入るときに渡されるこの入館証にコインが入ってるんですが、体験にはそのコインを使います。今日は8つある体験の中から3つを紹介しましょう。さあ、こちらは小さな部屋がいくつか並んでいますね。どんな体験ができるのでしょう。ここは1968年に発売されたウルトラマシンが体験できるんです。ウルトラマシンはピンポンの球のようなボールを自動で投げてくれる、部屋の中でプレーできるバッティングマシンでした。私が入社したのは改訂版のウルトラマシンデラックスが発売される年でした。少しだけ仕上げに関われました。その頃は社内にプレールームというのがあって、昼休みにはアーケードゲームやウルトラマシンを遊んでいました。こちらに並んだ部屋は当時の家庭を再現しています。部屋に置かれているものが違うのでお好みの部屋を選んでください。では早速体験してみましょう。床にウルトラマシンが置かれているのが分かりますか。では早速打ってみましょう。あ、欲しい。部屋の中にあるいろんなものにボールが当たるといろんなリアクションがあります。左右に打ち分けてみてください。では次に行ってみましょうか。こちらはザッパー&スコープ SP という遊びです。任天堂は1970年代にレーザークレーというボーリング場を改造した業務用のシューティング場を展開していました。このレーザークレーを今の技術で体験できるように作ってみたのがザッパー&スコープ SP です。最大13人まで一緒にプレーできるので、今日はミュージアムのスタッフの皆さんと一緒にプレーしたいと思います。光線銃は2種類ありますね。片手で素早く撃てるザッパー、そして照準がついたスーパースコープ、このどちらかを選びます。 NES の光線銃とスーパーファミコンのスーパースコープを復元してみました。今日は私はこちらのザッパーを使ってみます。はい、マリオやピーチは撃ったらダメですよ。クッパ、ノコノコ狙って撃ちましょう。さあ、いっぱい出てきました。どんどん打って、ボム兵が飛んできてます。よし、よし、いや、どうでしょうね、結果は。良かったみたいですよ。次へ行きましょう。
こちらではファミコンから Wii に至るまで様々なゲームをプレイできます。でもちょっと何か違いますよね。そうです。コントローラーが超巨大です。このコントローラーを2人で協力分担してゲームを遊んでみましょう。では今日はファミコンのスーパーマリオブラザーズをミュージアムのスタッフさんと一緒にプレイしてみます。よろしく。スタッフさんが A ボタンのジャンプ、私が十字ボタンで移動を担当します。2人で息を合わせてクリアしましょう。頑張りましょう。リーダー氏です。やりました。2人で声を掛け合いながら分担して操作すると全く違った体験になりますね。ここでは他にもスーパーファミコン、ニンテンドー64、Wii のゲームを巨大コントローラーで遊ぶことができます。大きい Wii リモコン、どんな遊びになるでしょう。いかがでしたでしょうか。今日ご紹介したものは任天堂ミュージアムのほんの一部です。製品の展示やインタラクティブな遊びの体験のほかにも、ルールを知らなくても花札が遊べる体験があったり、花札を実際に作ってみることができるワークショップも開催します。また館内にはオリジナルのハンバーガーが作れるカフェや、ミュージアムだけの限定グッズを販売するショップも併設しています。任天堂は創業から100年を超える歴史の中で様々な娯楽を作ってきました。時代によって作り出した製品は異なりますが、家族みんなで楽しんでいただきたいという思いは今も昔も変わりません。この任天堂ミュージアムは、そんな任天堂が大切にしてきた遊びと独創を大切にするものづくりへのこだわりを知っていただける場所です。皆さんにはそれを体験しながら実感してもらいたいと思って、開発も一緒に社員が全力で作り上げてきました。任天堂ミュージアムは10月2日にオープンします。この後公式サイトを公開しますので、来場に関する詳細はそちらでご覧ください。それでは任天堂ミュージアムでお待ちしています。キノピオたちも一緒にお待ちしてますよ。